セイミカエル教会市内を走る電車、マズイルは、ベラルーシのホメリ州にある都市。モジル、マジルなどとも表記される。首都ミンスクの東 210km、チェルノブイリの北西 100km に位置し、プリピャチ川に面している。人口は2013年の推計で、約10万人だが、都市圏になると、対岸のカリンカビチなども含まれるため、約15万人になる。 ベラルーシの石油生成、機械製造、食品加工の中心として知られている。同国最大の製油所が置かれ、年間1800万トンを生成している。ロシアから伸びるドルジバパイプラインがこの地で2本に分かれており、1本はポーランドへ、もう1本はウクライナへ伸びている。プリピャチ川の右岸にある高さ80メートルほどの丘に、町は築かれている。 この丘は氷河の作用でできたもので、川のあたりにはかつて氷河があった。また、両岸は、差しで、いくつもの渓谷があり中には、長さ2 5トル以上、最大幅2 0 0ルという大きなものもある。渓谷の一つは、保留地に指定されており、また近くのいくつかの渓谷には、スキーリフトが備え付けられ、冬には、スキー客で賑わう。かつて、まずいるには、 多くのユダヤ人が住んでいたが、第二次世界大戦中に、ナチスによってその多くが殺された。町にはそのことを記念したモニュメントがいくつかある。その後の共産党による一党独裁時には、他のソ連の都市と同様にユダヤ人の多くが、イスラエルやアメリカ合衆国などの海外に移り住んだ。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故ではこの地にも、 多量の放射能が降り注ぎ、大きな被害が出た。2008年、マズイル精神病院の患者らが庭でロシアンルーレットを行っているところをカメラが捉えた。そのゲームで一人の患者が死に、彼らがどのようにして銃を手に入れたのかで大論争になった。警備員はこの事件について問われたが、告発はされなかった。マズイルは、褒めリ一帯における、 モダンロック音楽の中心地で2003年から音楽の国際フェスティバルが催されている。石油生成プラント、ビール醸造所、マルチメディア、新聞社など幅広い分野の事業所がスポンサーになっている。フェスティバルには40以上のロックバンドがステージに登場し、街の主要な文化イベントになっている。ベラルーシのハードロック音楽の先駆者でそのトップに立つローカルバンド。 オトラゼニーも参加し、フェスティバルに貢献している。ありがとうございます。